レッスン236私が私の心を統治しています私だけが私の心に責任を持っているはずです私には私が統治しているはずの王国があります時々自分がその国王だとは全く思えないことがあります その王国が私を打ち負かし、何を考えるべきか、何をすべきか、どう感じるべきかを私に命ずるように思われます。けれどもその王国はどんな目的であれ、私がその王国の中に知覚する目的を果たすために与えられています。私の心はただ使えることができるだけです。 今日はホーリースピリットが適切だと思う通りに心を使ってもらうために私の心の働きをホーリースピリットに捧げます私はこのようにして私だけが統治できる私の心を管理しますそして神の意志を行うために私の心を解放します父よ 私の心はあなたの思いに開かれています。だから私の心は今日あなたの思い以外にはどんな思いに対しても閉ざされています。私は私の心を統治しており、それをあなたに捧げます。私の贈り物をお受け取りください。それは 私へのあなたの贈り物だからですご一緒にどうぞ父よ私の心はあなたの思いに開かれていますだから私の心は今日あなたの思い以外にはどんな思いに対しても 閉ざされています「私は私の心を統治しておりそれをあなたに捧げます。 私の贈り物をお受け取りくださいそれは私へのあなたの贈り物だからです